はい、お疲れ様です。ルヴァンカップ、準々決勝、アルビレックス新潟対、FC 町田ゼルビア、5対0勝利ということで。はい、5対0です。5対0。はい、まあね、まあ話したいことは、たくさんあるんですが、まあまずね、簡単にゲームスタッツの方を紹介していきます。新潟、ボールポゼッション率 63%、町田ゼルビアが、37%、シュート本数新潟19本、町田が2本、パス成功回数、新潟681本、そして、レッドカードね、町田の方に1枚、そしてイエローカードが2枚出ているというね、まあ、こんな、ざっくりしたスタッツになっております。いやー、新潟ね、まあ、相手の退場が、前半早い、割とね、早い時間帯にあったという中で、681本、かなり回してますね。700本近い、パス交換をしていると。すごいですね。うん。で、シュートもね、2本で抑えてるっていうところが、これゼロにね、失点ゼロにつながってる、いいね、判断材料なんじゃないかなと、思っております。はい。まあ、まずね、前半16分、まあ立ち上がりですけど、やっぱりこう、前節ね、町田と試合したこともあって、お互いがこう、手の内を知っているというね、お互い、新潟はボールを持ちたい、町田は前線から取れたら取りたいっていうね、ボールの追いかけ回し方ですけど、でも、なんだろうな、10回に1回、町田が、ボランチあたりで、引っ掛けて、いい攻撃につなげるっていう、まあ、それぐらいのね、感じで、ゲームは動いていて、まあ、基本新潟がね、主導権を握るような、展開が、ずっと続いてますよね。うん。まあ、この試合の前の試合もそうですし、まあ、この試合の、15分、立ち上がりのところもそうでしたね。うん。で、そこからね、前半16分に、新潟が先制点を取るんですけど、まあ、橋健がね、まあ、サイドチェンジというかね、大きな展開、ダイナミックな展開にして、ダニーロがそのボールを拾って、そして折り返して、小野裕二が最初に飛び込んで、そこから長倉がボーンですよ。長倉ボーンで、あっさり先制点。はい、まあね、橋健のね、なんていうのかな、こう攻撃のセンスのクオリティっていうかね、本当にこう高いものありますね。うん。サイドチェンジのところもそうですけど、やっぱりこう、前線でのこうスルーパスっていうのは本当にこうセンス抜群だなっていうのは、本当にいい選手とおりましたね。うん、橋本健と。うん。まあ、橋健が、起点となって、で、好調ダニーロが、まあ、1対1、そして攻撃的なね、ところにどんどんボールを、上げるっていうシーンは、この、得点にね、よくね、絡んでくれたと思います。で、小野裕二のね、ダイブ、まあ、VAR 入りましたけども、こんくらいはね、こんくらいゴール前は、激しく、お互いね、争わなきゃ、もう、どんどんゴール生まれちゃうんでね、もう、こんくらいぐいぐいね、激しいポジション争いしてたぐらいがね、やっぱプロらしくていいかなと、個人的に思ってます。で、そっからね、もう長倉の右足で、ドカーンですよ。まっさりやってますけど、すごい技術が詰まってる。よくね、吹かさず、しっかりぶち込んだなっていう、ところがありますね。ナイスゴール。はい。で、この試合ね、特に前半、まあ、橋健だったりだとか、まあ、長倉、秋山、宮本っていうところは、まあ、もうもちろんなんですけども、最近のダニーロのこの、なんだろうな、積極的性というか、ダニーロもやっぱ一皮むけてきてるなっていうのはもう、この試合を通じても間違いないなと思いましたね。うん。まあ、ここね、数試合見る限り、こう、ダニーロは、まあ、コンディションがいいのかなっていうところもあって、まあ、徐々に自分の、実力を発揮してるのかなと思ったんですけど、もうこれ完全一皮むけてるなというところですね。もう1対1の勝率なんか見ても、9割近く、勝ってますし、一枚どころか二枚、相手にするシーンもありますし、うん、味方との連携も抜群。そして、クロスの精度もね、まあ、コーナーキック含め、すごくね、嫌なところに蹴ってくれますし、本当にこう、ダニーロは、いい選手に、成長してきてるなっていう、ところを、感じますね。うん。
まあ、もっともっとね、本当クルークスぐらいね、ダニーロが、それぐらいのね、選手になってくれれば、もっとね、新潟、右サイドからの攻撃っていうのがね、楽しみになるんじゃないかなと、思ってます。ダニーロ期待ですね。で、まあ、さっきもね、ちょっと紹介しましたけど、橋剣のところですよね。橋剣のクオリティ、この選手はね、もう本当にこう、サッカー IQ が高くて、ボールのコントロールが上手くて、まあ、言うことないですね。よく言ったらもう少しね、チームにフィットしてくれれば、ボール回ってくる回数も多くなってくるだろうし、この橋剣の形っていうのがね、まあ、選手、ファン、サポーターっていうのがね、覚えて、もっともっとね、こう楽しめるんじゃないかなっていう、もう橋剣ゾーンなんていうのがね、生まれそうですね。まあ、この選手は、サイドハーフ、サイドバック、できるということで、この試合相手30分にね、町田が1人少なくなったっていう展開ですけど、そしたらね、ボランチの高い位置にこう入り込んだりだとか、ポジション取りもね、非常に効果的な、動きができると。橋本健人は本当にこうサッカー IQ が高いなと、特に思った試合ですね。で、あと、ゴール前でのスルーパスだったりだとか、この長倉との連携ですよね。これ、阿吽の呼吸で、もう合ってると思いますし、ホットラインっていうね、レベルまで、到達してると思います。そうだな、橋剣ダニーロ。まあ、このあたりが、この試合のね、鍵を握っていた選手ですけど、まあ、よくね、まあ、想像以上に、いいプレーをしたんじゃないかなと、思います。で、30分ね、藤尾、レッドカードっていうところでしたけど、まあ、ダニーロへのね、悪質なタックルっていうところでしたけど、まあ、正直ね、印象的には、まあ、足の裏は見えてましたけど、まあ、そんなに、足も、途中で引っ込めてましたし、がっつりね、怪我してるっていうわけじゃないので、まあ、これでレッドカードなのかっていうね、まあ、新潟サイドはラッキーでしたけど、まあ、サッカーの、まあ、J リーグのね、ルール上、このアフタータックルっていうのはね、なんだろう、こう、もう足の裏見せてタックルしてる時点で、まあ、レッドカードっていうね、そういった基準になってると思うので、まあ、これは、まあ、新潟にとってはね、ラッキーだったんじゃないかなと、思います。で、そこからね、42分、まあ、谷口から、小野裕二のね、左足の、なんだろう、こう、バゴンみたいな、このポストギリギリみたいなね、逆サイドにこう、打ち込むようなね、シュートですよ。まあ、小野裕二らしいシュートっていうのをね、決めてもらいましたね。42分、ここでもう2対0っていうところですね。まあ、ロスタイムね、マイケルが、首ですかね、頭ですかね、そんな接触するシーンなんかもありましたけど、まあ、そこからね、前半、終了間際に遠藤がね、交代で出てきて、まあ、遠藤もね、しっかりもうシャットアウトしてるというね、そこからまたね、後半3分、小野から長倉、そして橋剣から長倉とかね、まあ、長倉のゴールが4回、あったということで、町田相手に計4回、長倉がゴールを決めたということで、文句ないですね。もうね、ゲームはもう一人、藤尾がね、レッドカードで抜けたところから、もう勝負は完全についてるなっていうところだったんで、まあね、皆さん見てもらった通りの、展開になっており、なってね、もうそんな、もう、サッカーの戦術、どうのこうのってよりも、もう完全にもう新潟ベースで常に続いて、もう新潟が好きなことをやって、で、取るべき人が取って、5発ぶち込んで、もう試合を終わらせたっていうね、まあそういったゲームになってますね。まあこの試合ね、本当何が、良かったかっていうと、やっぱりこう、町田とアルビレックス新潟って、もう本当こう、すべてが対極というか、まあ、こういう話するのもどうかと思うんですけど、やっぱりこう、選手のね、予算面だったりだとか、やっぱ全然違うと思うし、サッカーのスタイルも、新潟はパスサッカー、町田ゼルビアは、まあ、フィジカルサッカーっていうか、こう、無駄のないね、シンプルなサッカーをしてくるわけで。
やっぱりそうですね、都会と田舎ですけど、やっぱりこうサポーターの数が、田舎の方が多くて、都会の方が少ないみたいなね、まあ、ほんとこう全てが対極だなって僕は、感じていたんですけど、まあどっちがいいのっつったら、まあ正直町田の方がいいですよね。選手に対してこう使えるお金も、たくさんあって、状況が悪くなったら、どんどん選手もこうね、移籍してきてよってね、取れる状況もそうですし、やっぱりこう、東京都っていうね、まあ町田って東京ですけど、まあ東京にね、選手たちはこう住みたいっていうね、選手たちも多いと思います。まあ、都会でね、生活をしたいっていうね、選手も多いと思うので、やっぱりこう、地方にね、いい選手が来るっていうのはもうよっぽど魅力がないとね、できないことですから、やっぱりこう、お金があって、都会で、そして、なんだろうな、こう、やってるサッカーもこう、限りなくこう、無駄を省いて、勝利をね、勝ち取るっていうね、まあそういう、チームですけど、まあ、だからこそ、なんかこう、町田にはこう、負けたくなかったなと。まあ、このね、まあ、台風の影響もあって、3戦連続になりましたけど、まあ、ここはね、絶対こう、まあ、一発目は引き分けでしたけど、残り2戦ね、絶対こう、勝ちたいなっていうところはあったので、まあ、この5-0、本当にこう、なんか嬉しいなというか、アルビレックスが、まあ、この、やってることがね、こう、報われた試合だったのかなと、思いますね。まあ、アルビレックスはね、最近ここ2、3年でこう、パスサッカーっていうね、色が、ようやく、つかめてきて、まあ、今までね、やっぱりこう、一生懸命走ったりだとか、まあ、ゴール前、ライン際、スライディングしたりだとかね、そういった堅守速攻に近いようなね、泥臭いようなチームがアルビレックスのチームカラーだったのかなと思うんですけど、一昔前ですよ。でもここ最近はね、まあ、アルベルトが入ってきて、で、そこから松橋監督に引き継がれて、もう完全にね、こう、パスサッカーをこう、構築させたというか、まあ、新潟カラーにしたっていうのがね、まあ、数字でも出ているように、まあ、ボールポゼッション率は、新潟が一番高いですし、まあ、やっぱりね、J リーグ見ているね、方だったらわかると思いますけども、クオリティが全然違うというかね、もう下の作りで、まあ、ボランチから下のね、ポゼッションって言ったらもう新潟がもうダントツで一番うまいですから。で、そしてね、チームの予算、まあ、スポンサーの方だったりだとかね、バックアップの企業が、なかなかね、こう、お金が少ないというね、まあね、当然、たくさん出してるね、企業様もいると思うんですけど、まあ、J リーグの中で見ると、そんなにこう予算があるチームではないというところですよね。で、まあ、新潟市も、まあ、選手にとって魅力の街かといったらね、やっぱりこう、大阪、東京、横浜とかね、そういうところと比べると、やっぱりこう、俺新潟に住みてえよっていう選手は少ないと思うので、まあこういうところでも多少なりともこうハンディキャップを抱えてると。まあその中で、こういう試合をできるっていうのが、まあ僕は非常にね、こう、嬉しく思ったというか、まあアルビレックスすげえなーっていうね、まあ今後も応援していきたいなーっていうね、本当に気持ちになるようなゲームでしたね。まあ、新潟はね、こう何がいいかって言ったら、こう選手が育つ環境があるんですよね。そして毎試合毎試合、なんだろうな、悪かったところが改善されていって、松橋監督って結構こう、サポーターの気持ちを汲んでくれるというか、しっかり、コメントはね、そんなにこう多くは語らないですけど、改善してくれる、本当にこういい監督だなと思いますよね。まあ今シーズンだけでもまあこういろいろ問題があったわけじゃないですか。最初はこう先制点が取れないみたいな。で、相手に決められてから、1-0 の状態で最後追い上げて追いつけないみたいな状態があって、まあ最初は先制点問題。そこからこう得点力不足の問題があったりだとか。で、次はもう先制点を取れるようになった状態とか。で、そっから次ね、もうつい、これはもうつい最近ですけど、先制点取っても終了間際に追いつかれちゃうとか。そんな状況もね、こう、ぐる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 、こう、回ってますけど、これ全部ね、こう、いいね、勝ちにこう進んできてるね、展開なので、
もう本当にこうアルビレックスっていうチームはね、押せるというか、地元にこういうチームがあってね、良かったなと思いますよね。まあ、橋健にしてもそうですし、スカウトマンのね、この目の付けどころっていうのも抜群にいいですし、で、あと、そうだな、大学生、高校生っていうね、このルーキーたちのこの成長っていうのもね、まあ、奥村っていう選手がね、出てきましたけど、まだ怪我で、ちょっとベンチにね、入ったり抜けたりっていうね、コンディションは戻ってきてないと思うんですけど、まあ、奥村っていう選手ももう当然ね、スタメンで考えられる選手ですし、長倉っていう選手も、もう、4発決めてる選手ですけど、もうこの選手もね、1年前まで、J3 にいたりだとか、群馬にいたりだとかね、そのもっと前はもっとこの下のクオリティでね、ほんとバイトしなきゃね、生活できないぐらいな、こう、サッカーキャリアだったと思うんですけど、まあこうやってね、J1 に帰ってきても4発ぶち込めるようなね、そういう選手になってますから、本当にこう、新潟の練習環境っていうかね、まあサッカーの成長速度が速いっていうかね、本当にこういいクラブなんだなと思います。もう常日頃からね、まあ練習のクオリティが高くて、そして選手個人のね、意識も非常に高いんじゃないかなと思っております。本当、選手がね、成長できる環境っていうのがね、一番いいですよね。そしてチームカラーがあると。そしてサポーターがね、温かいと。もう本当にこう、新潟は、サッカー面だけで見ると、文句がないというかね、まあ、新潟に来れば成長できるんだなっていうね、まあ、J リーグのね、選手たちは、感じてると思いますし、やっぱりこう、新潟のサッカーが自分にフィットするんじゃないかとかね、そういうところがね、逆にこう、強みになってるかなと、思います。パスポゼッションが得意なサッカーが、こう、どんどん入ってくれたりだとかね、小野裕二が入ってくれたことのようにね、まあ、ちょっと言葉は下手ですけど、そういうことだと思います。まあ、小野裕二がね、突然あんだけ活躍してて、じゃあ新潟にいきなり来てくれよっていうのがね、今までじゃ考えられなかった移籍だと思いますし、やっぱりこう、そこには、新潟のサッカーのベースがあって、松橋監督がいて、で、まあ、来てあげるよっていうね、感じで決まったと思います。やっぱりこう、自分たちのカラーを持つっていうのはね、こう、非常に大切だなと思うので、いや、このままね、もっともっとクオリティを上げて、まあ、新潟らしさ全開でね、次のね、セカンドレグも、3-0ぐらいでね、勝ちたいな。まあ、合計8対0ぐらいでね、勝てば、まあ、新潟のファンもね、満足できるんじゃないかなと。やっぱね、お金だけじゃなくて、まあ、日本代表クラスのね、選手は、こう、運よくね、まあ、中山、ヘンリー、谷晃生、まあ、ザルビアの方がね、抜けてしまってますけど、まあ、それでもね、やっぱりこう、エリキだったりだとか、藤尾だったりだとか、いい選手ね、ゴロゴロいますんで、まあ、そういったチームにね、やっぱり大勝できるっていうのはね、非常にこう、大きいと思うので、まあ、セカンドレグね、9月、8日、6時からですね、次はアウェイで、戦うということで、まあ、この試合もね、まあ、普通にやれば、勝てると思うので、まあ、普通にやって、まあ、神頼みでも何でもなく、やっぱアルビ頼みでね、普通にやれば、勝てると思います。2対1、2対0、まあ、そんぐらいのね、普通にやればそんくらいのスコアになると思うので、ちょっとね、セカンドレグも、気を引き締めて、期待していきたいなと思います。で、あとね、ざっくりこう、準々決勝、ルパンカップのね、周りの状況を最後説明してね、終わろうかなと思います。まずね、川崎と甲府、ファーストレグは1対0で、川崎、まあ、1対0でリードということで。で、横浜、コンサドーレ、まあ、マリノスですね、6対1で、マリノスリードしてるということで、6対1。もうマリノスはね、ほぼ決まったかなというところですよね。まあ、新潟と一緒で、5点差あるということで、マリノスはほぼ決まったかなというところです。で、名古屋、広島、これ1対0で、今、広島がリード。こんな感じですね。まあ、ざっくりこう、メンツを見ると、嫌だなと思うところは、意外と、僕はね、
コンサドーレと、コンサドーレと横浜、まあ、広島もちょっと嫌だなっていうところですけど、コンサドーレ最近ね、連勝できてましたし、攻撃的なサッカーで、新潟と打ち合いになったらどうなるんだろうっていうところだったんですけど、まあ、コンサドーレはもうこれで、限りなく次のね、今5点ビハインドを追ってるので、もうここから出てこれないと思うので、まあ、マリノス、広島、川崎になるのかな、順当で来ると。広島もね、そんなにこう、問題ないですね。ピエロスのところ、まあ、前線のところ、そして三津さんのところ、セカンドボールをしっかり拾えれば、まあ、新潟ペースで進める。これ、マリノスがね、マリノスはやっぱ抑える選手が多すぎるので、まあ、マリノスは本当、当日やってみなきゃわからないっていうね、マリノスかな、一番強敵は、この中で、でもやっぱりこう、劣勢になるっていうね、チームはね、そんなにこうないと思います。もう全員ボール持てるし、まあ、強いて言ったらマリノスと新潟、似たようなチームなんで、まあ前線のクオリティは違いますけど、まあお互いボールを握りたいっていうところで、まあ他のね、カウンターアタックの能力とか見ると、ちょっとマリノスが有利なのかななんて、思ってますけど、まあこのメンツ決してね、勝てないような、メンツはないと思うので、まあ十分ね、優勝狙っていけるようなね、はい、展開なのかなと思っております。はい。これ十分狙いますね。まあ川崎も問題ない。広島も問題ない。まあマリノスがちょっとな、ありかなというところですね。で、仮に甲府が上がってきても、まあ甲府はちょっとね、未知数、そんな試合見てないんでわかんないですけど、まあ名古屋のところもね、問題ないですね。まあ逆にね、レッツとかね、そういうところが、残ってなくてよかったなと思います。こんな感じだな。レッツとか、京都とかね、嫌ですね。まあ、こんな感じです。はい。今日はね、じゃあ5対0で勝利したということで、まあ、今日で、こんな感じで、終わっていきます。アディオス。次節もね、勝ちましょう。アディオス。